子供プロダクションチャンネルでございます。どうもこんにちは。今日は普段私が使ってる小物の紹介ということで、普段小物をこう収納してる場所からこうテーブルの上に並べてみました。まあ、テーブルって言ってもこれ古いトランク2つ並べただけの、まあ、テーブル代わりに使ってるものなんですけども、まあ、その上にちょっと並べてみました。では早速、まあ、腕時計から。まあ、この腕時計を普段2つ使い分けてるんですが、どちらもルミノックスです。まあ、こっちの方が古いですね。10年以上使ってるのかな。これはどれぐらいかな、6、7年かな、そんぐらいかな。まあ、これはちょっとモデル名は分かんないんですけど、裏にステルス爆撃機がついてるモデルですね。当時はこの樹脂製のとこの金属製の2種類ぐらいリリースされてたと思うんですけども、金属のタイプですね。3400って書いてるから、これモデル名なのかな。 F117 ナイトホークって書いてますね。まあ、これ丈夫ですね。1回もまだ壊れてませんし、電池交換2回ぐらいしたかな。あとベルト、この革製のベルトを交換して長く愛用しています。こちらの方はこれも爆撃機のなんか絵描いてるんですよね。 P38 爆撃機っていうんですかね。これ普段仕事の時使ってるやつですね。こっちは、どっちかというと体を動かす時、スポーツだとか、こっちだとちょっと大きいんでこう手ついた時とか当たるんですよね。こう手ついた時、ここ。こっちはそういうことはありませんから、まあ、こっちは仕事の時に使って、こっちはスポーツ、釣りとかの時使ってます。これ最近ベルトの、この革製ベルト変えたばっかなんでピンピンです。こっちはもうちょっとくたびれてきたんで、もうそろそろ交換してもいいかなって思ってます。以前は20年くらい前かな、なんだっけな、メーカー、それも軍物の時計だったんですけど、ルミノックスじゃなくてブライトリングの結構かっこいいのつけてたんですよ。革ベルト、革バンドのついた。だけどそれ購入して1年ぐらいで動かなくなっちゃったんですよね。なんだよこんなもんかよみたいな感じで、ちょっと嫌気がさして、質屋さんにそのまま持ってって引き取ってもらいました。でそれ以来使ってます、これを。でまあ良かったんで後でこれ追加で購入したような感じです。でその隣にあるのがこれブレスレットなんですが、まあ、グリーンの革に、まあ、ゴールドのこう金具がついてて、なんかちょっとキラキラして石かなんか埋め込まれてるんですけど、これ見えるかな、こっちか。これちょっとアクセントでつけることも時々ありますね。なんで緑を選んだかと言いますと、まあ、このスカーフもそうなんですが、アーミー系のコーディネートをすること多いんですよ、割と。これウィンドブレーカーなんですけど、これもこうオリーブグリーンと言いますか、こういうの好きなんですよね。あと今こう履いてるパンツも、これアビレックス の, あの細身のカーゴパンツなんですが、まあ、これもこういう迷彩カラーというか、まあ、そういう迷彩系のものが多いんで、そういう色を拾うっていう意味でも、まあ、こういうものもグリーンだったりするんですよね。あとはまあそういった意味でこうブラウン系も多いです。カーキ色、サンドベージュとか、あと茶色とか、こういう、まあ、オリーブグリーン、こう相性いいじゃないですか。まあ、そういう意味であんまりこう色の数を多くしたくないっていうのもありまして、まあ大体茶系かこういうちょっと色を入れても緑とか、まあオリーブグリーンですね、あの普通の緑じゃなくて、まあそういうものを自分の持ち物として取り入れていることが多いです。続きまして、これ財布なんですが、財布として使ってるんですけど、定期入れじゃないか、これ名刺入れです。中は3つこう入るところがあるんですよね。1、2、3って、一番手前にはこれカード入れてるんですが、3枚、クレジットカードと運転免許証と銀行
銀行のカードで、この2番目のところは現金、まあ入れても5000円ぐらいですかね。今ほとんどキャッシュレスでやってますんで、まあ本当ラーメン屋さんとかあのカード使えないところとかのために3000円から、まあ、5000円ぐらいいつも入れてます。あとは一番最後のところは名刺5枚ぐらい、それをまあコンパクトにしていつも持ち歩いてます。ここ本当はもうちょっと革あったんですよ、こうってこう負担になってたんですけど、まあ、それすら邪魔でカットしました。カットして、まあ、このベルト1本あれば、まあ、落ちませんからね。軽量感になってます。私あの厚い財布とか大嫌いなんですよ。それでこういう小さいコンパクト化してます。これだと邪魔になりません、あの前のポッケに入れても。あ、小銭どうしてるかっていうと、まあ、お釣りはですね、ケツポケに入れてます。左の前のポケットに入れちゃうと小銭落ちることあるんですよね、座った時にポロポロって。でも後ろのポケットだと小銭入れといても落ちたことありませんので、後ろポケット入れてます。続きましてキーホルダー、これですね。これベルトにかけられるタイプ、これベルトにこうかけて、まあ、落ちないですね。まあ、ポケットに入れるの好きじゃないんで、まあ、こういう風なタイプのものを使用しています。あとここね、このここ回すとこれ取れるんですよ、ポコって。そこからまあこの鍵を入れてですね、またこう蓋をすれば落ちないってやつ。鍵もあまりジャラジャラつけるの好きじゃないんで、最低限のものにしています。自宅、会社の会議室、あとはこの部屋ですね、このオーディオルームというか私の部屋の鍵、あと車の鍵、はい、こんな感じになってます。ネクタイピン、これドルチェ&ガッパーかな、ドルチェ&ガッパーのクラシックなタイプのタイピンですね。これ仕事の時使ってます。はい、あとはまあ、最近使わないんですけど、まあ、電子タバコにしましたんで、ジッポーライター、オイルライターですね。いただき物です。これもいただき物のロンソン、まあ、思い出で撮ってある感じですかね。あと外遊びに行くときに使ってるんですが、スキットル。これも友人から誕生日でいただいたスキットルですね。もうこれ20年以上使ってると思います。あとはシガーケース、これも外に遊びに行くときにシガー入れていくやつですね。あとはギロチンカッターにシガー用の灰皿、まあ、これ小物置き場に置いてます。続きましてアイウェア、これはバートン・ペレイラっていうところのサングラスなんですけど、まあ、車運転したり、まあ、ドライブの時ですねによく使ってる、まあ、旅行行ったりする時によく使ってますね、まあ、これ2ブリッジです。こんな感じですね。大変気に入って使ってます。次はこれはレイバンなんですが、釣り用ですね、釣り用の偏光グラス、ボストンタイプっていうのかな、形的に言うと。これも気に入ってます。まあ、全部気に入ってるんですけどね。これも長いんですけど、付き合いが、まあ、15年以上ですね。オリバーピープルのこれも2ブリッジ、まあ、ちょっと小さめのティアドロップですかね。私ティアドロップ型が好きで、まあ20代の頃からかけてたんですよ。別にあのダイモンド真似してたわけじゃないんですけど、70年代のアメリカ映画で結構かけてる俳優の人たち見てかっこいいなと思って、その頃からつけてたんですよね。まあ、その名残です。これアビエーターってモデルですけど、もう使ってないんですけど、昔はよく使ってました。で今かけてるやつ、
これも、まあ、2ブリッジなんですが、昔ニューマンっていうメーカーでやってたと思うんですけど、今はニュードットですね。ここも、これもボストンなのかな、これに似た感じでの小ぶりなやつ。これは室内で使ったりしてますね。でこれ全部偏光レンズに全部変えてるんですよね。それはまた後ほど紹介します。次はフレグランス、まあ、昔から好きなんですよね、こういう香り系の匂いフェチっていうんですかね。昔はカルバンクラインとかよく使ってましたね。エスケープだったかな。あとはシャネルのエゴイスト、ラルフローレンの緑のやつとかね、ああいうの気に入って使ってました。最近使ってるのはこれはダンヒルカスタム。まああまりこうフレッシュ系の匂いじゃないんですけど、甘い香りとトーンの落ち着いた香りの中に少しこう青リンゴっぽい匂いを感じるんですよね。そこが気に入って使っています。はい、あまりつけませんよ。まあ、毎日つけてるんですけども、軽く振りかける程度です。あまり、ね、匂いしてると周りの人に怒られちゃうんで、シュッて空間にやってスッてそこ通るぐらいです。万年筆、このマークなんか見たことありますね。ブランドわかんないんですけど、これもいただき物です。なんかいただき物多いんですけど、これもいただき物です。練り香水、はい、これは爽やかな匂いしてましたね。シガーロパフューム、あとはこのハットは、これ割と年から年中かぶってるんですが、パナマハットですね。なんだっけ、ソルバッティっていうイタリアのブランドなのかな。帽子自体の生産はエクアドルで作られてるって書いてます、ここに。でこれ気に入ってるのは、リボンが太くない、もう細い革のリボンなんですよね。リボンっていうかベルトですよね。で太いリボンのもの、まあ、例えば黒だとか、まあ、リボンはいろいろ変えれると思うんですが、ああいったリボンのものってなんかちょっとマフィアっぽいじゃないですか。それでちょっとなーと思って、こういう細いベルトのものを私は気に入って使っています。でここのソルバッティのパナマハットは価格も手頃なんですよね。1万5000円とかそんぐらいだったかな。で絶版になると困るんで2個持ってます。長いですね、これも5年以上は使ってますから。まあ気に入ったものをこう手入れしながら長く使っていくっていうスタイルが好きなんですよね。だからどうでもいいようなものをたくさん持たないで、良質で気に入ったものを少しだけ持って、それを大切に長く使っていくというスタイルが私は好みです。あとはこれスカーフなんですが、シルクのスカーフですって言ってもこれ500円ぐらいで買ったんですけど、まあ、冬はまあマフラー使ってるんですが、まあ、マフラーでもないなって、でもちょっとこう首元寒いなって時に使ってるスカーフです。これ長いんですよね、正方形じゃないです、もう長い長方形のスカーフです。1個あると重宝しますね。結構使ってます。色もまあ使いやすいですから、ブラウンとオリーブグリーンで、はい、まあこれが大体私が普段使ってる小物です。一応気をつけてる点っていうのは、ランダムにいろんなタイプなものをこう集めるっていうんじゃなくて、割とこう似た匂いのものでまとめてますね。色だったりこう質感だったりとかで、あまり極端に安いものとかこう買わないようにしています。品質もありますし、またまあ、値段ともまた違うんですけど、本当に気に入ったものだけを、まあ、かなり厳選して使ってますね。で手入れをしながら長く使うっていうのを、まあ、モットーにしてる感じです。まあ愛着を持って使うっていう感じって言えば分かりやすいですかね。あとファッションのスタイルもこうあまり変えないんですよ。いつも私同じ格好してるんですよ。チノパンみたいな感じの、まあ、ボトムに革靴履いて、革靴もしくはブーツを履いて、上はワイシャツ、寒ければその上にジャケットを羽織るって、まあ、暑ければジャケットないだけ、毎日その格好なんですよ、もう何年も。だからあの人はいつもあの格好だみたいな、なんていうかな、キャラクターが出来上がってるんですよね。
まあ、そういうキャラクターに基づいたもの選びをしてるっていう、まあ、いつも同じ格好、まあ、スタンダードですね、スタンダードな格好をしてます、まあ、その理由は、まあ、仕事の時もその格好なんですよ。ネクタイしてるんですけど、仕事にも行ける、まあ、営業にも行ける、まあ、仕事が終わってそれから遊びに行くって言った時はネクタイ取って、まあ、ジャケットの、ポケットチーフ入れるところに突っ込んでね、まあ、そのまま遊びに行けるっていう。だから着替えなくていいし、かなり自由なんですよね。まあそういうスタイルに合わせたような小物たちっていう感じでした。でさっきちょっと触れたこのアイウェアなんですが、全部偏光レンズに交換したんですよね。で最近いいの見つけたんで、それ今度ちょっと紹介していきたいと思いますんで、それでは今日はこんな感じで小物の紹介でした。また次の動画よろしくお願いします。それではまた後ほど。さようなら。